皆さんこんにちは、ツッコミゴードです。みんなポップコーンマシンが来ましたよ。買ってもらいましたよ、ポップコーンマシン。いやー、いいですね。もう本当に誰かが買ってくれると思ってなくて、来た時なんか逆に、いいんですか、いいんですかみたいな感じで喜んでたんだけど、これはいいよ。まあ鍋で作れるけど、やっぱポップコーンマシンは違うやで、違うやで。やっぱり映画とか見る前にポップコーンマシンでポップコーン作ると本当にテンションが上がるし、なんか見てるだけで楽しいし可愛いしね。で、あの置いとくとこなくて台を作っちゃったよ。あ、たまたま家にあった板使って、まあ R2 の家でもあるしポップコーンの台でもある。で、まだ余ってたからこっちにも、よいしょ、台を作った。いい感じやろ。まあこんな感じで。そしてこれでポップコーン作るには油が必要です。多分映画館の方はココナッツオイル使ってるんだけど、今それなくてオリーブオイル使ってるんで、それとポップコーンで味付けはですね、味付けはね、今まであの映画館とかでさ塩バターの味付けてると思ってたんだけど間違ってた。あ、まあその味を真似しようとして いつも家でバターと塩入れて美味しく食べてたんだけど、映画館はねバター入れてないんだよ。バター入れてない。あのフレーバーコール、フレーバーコールというめっちゃ細かい塩があって、それだけ混ぜてる油に。でそれでバター風の味も出るし、でその上にあの色、黄色いの色、味とかじゃなくて色だけ入れてもっと黄色くする映画館もあるけど、多分それとその塩の味でみんなバターの味わいを感じる。まあこれ本当にこれネットで買ったんだけど、フレーバーコールというすごく細かい粉なんだけど、これだけでもやっぱバターの味も感じちゃうんで、バター液体になるじゃん。だからポップコーンは結構ベタベタになっちゃうし、そのある程度そのカリカリの食感が消えてしまうんで、これを使ってるとあのポップコーンはカリカリのままである程度塩とバターの味、あの味わえる。これ入れると本当に映画館の味になっちゃう。あの鍋でやってる時のただの塩と普通のバターと全然違う味で感動しました。こんなのあるんだなと思って、知らなかった。本当になんか映画館はどうやってあんなカリカリでバターの味やってるんだろうなと思って、もしかしたらバター味の粉作ってるかなと思ったんだけど、こういう不思議な塩だった。こういうめっちゃ細かい粉。それでね、皆さんあの昨日もポップコーン作ってからちょっと汚れてるけど、中身も塩結構残ってるし、見えるかな。まず油を入れます。そしてポップコーンを入れます。いや、ちょっと汚くなってるね今。そして最後に粉入れるんだけど、これめちゃくちゃ濃いだから本当にこれぐらいで、これぐらいで結構味がつく。油、粉、味付け入れて電気つけ、まあこれ電気つくんでかわいいやろ、かわいいやろ。でこのボタン押せばもうそのまま回しながら温まってポップコーンが出てくる。土曜日のライブ配信にやったら地味とかなんか案外地味だなとかめっちゃ言われたんだけど、みんな何想像してこの料理はどんな料理と比べて地味だって言ってるよ。もうサンドイッチ作ってる人と比べてよ。そんだったらこっちの方が派手やん。どんなすごいことを想像しとったんやろ。これ派手だよ。料理の中で派手の方
だと思うんだけど、みんなあの、つけますね。始まりました。で、これで回ってちょっとしたら、あの、弾け始める。まあまあ、地味って言われたから、今日はもっと派手に行こうぜ。派手にポップコーンやろうぜ。まあそんな感じに回るんだよ。まだかな、まだかな、ポップコーンまだかな、まだかな。映画館の匂いしてきた。あ、くる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 、くるよくるよ、ポッピング始まるよ。ポップ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 、来た来た来た、聞こえた聞こえた聞こえた、いい、あー幸せの匂い。みんな地味って言ってたんだけど、来るんだよポップコーン。まあそんな感じで映画館と同じような味のポップコーンができます。あー、おいしい、おいしいよ。いや、ポップコーンメーカーがあって本当に楽しいよ。作るだけでなんか弾けてるとこ、それ溢れ出すところ見ると楽しくなるよ、楽しくなるよ、テンション上がる。これはいいよ、うまいし。みさん、それは私のポップコーンメーカーでした。みんな、また遊ぼうね。